2年前は小橋健太とのニューヨークでの戦いで年間最高試合を獲得するという、しかし今首エルボーで三沢の首が痛んで、そしてコーナーを背にしてパンチを打ち、チョップを打ち、うがった見方をすると今小橋健太の天竜源一郎が合体したような、天竜のおっさん見たかったそうですよね。あ、そして今度は膝顔面、いや今これ歯のあたり口でしょうか、三沢が抑えました。今ロープに足が入りましたが、これもどっかの敬礼野郎の運動だもんねそうですね今膝をぶち込んでいって、そしてさらにまた日本式の流れを、あ、今三沢エルボーで一発返していきました。ヘッドバットしたらまずいでしょ、サモアに。あ、これはヘッドバットの勝負は、うわ、トエンズイギリすごい勢いで入ったね今ね。そうですね、高さも十分ありました。飛べるデブだからすごいよねまあエルボース石田がびっくりしましたね。お、地獄好きですか今度は。橋本さんみたいな、そうでしたね。体型は確かに橋本慎也さんにも似てる部分はありますが、ここまで来ると本当にどんな技が飛び出してもおかしくない、そんな印象すらあります、サモア城です。あ、これはいわゆる大谷慎二郎のグルドンガンガンロッシュ。あのゼロワン参戦経験があるわけなんですが、このサモア城昨日来てたもん、ゼロワン。俺昨日ゼロワン出たのね。はいはいはい、あ、挨拶してそうですか。いや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 、もう何人の技が出るんでしょうか。最初からカウントしておけばよかったと反省することしきりですが、はい、何人の技が出るんでしょう、このサモア城です。ここまでは完全に三沢のペースを握って、うわ、今度はドラゴンスリーパーですか、いやストレッチプラムですか、ね、うわ、梅ちゃんの方でしょ。そうですね、ストレッチプラム、三沢に川田のストレッチプラム。いやー、これはねじり切ります、ねじり切ります。これを三沢がかけるというあたりの心理戦、そういったあたりもこの川上が心得ているのかもしれません。川に行きます、ロープは近いところですが三沢は跳ねのけました。いや、ここまではもう川上の一方的なペースですね、おお、そして今度はミドルキックを打ってきました。これだけの体格でさ、三沢が一発エルボーを返していきますが、エルボーを打ち込んでいきます、サモア城。あ、でも社長のエルボーすごいね、体重が乗っています。倒しました。さすがにこの三沢のエルボーがどのくらいのものなのかというものは試合をしてみなければわからない。ちょっとびっくりしたんじゃないですか。そうでしょうね、前のタッグより違うぞと思ったんじゃない。なるほど、引き目、その体重の乗り具合が違うと、やはりこれは武道館のメインのタイトルマッチです。エルボーで迎撃して、三沢がロープに踏んでショルダータックルです。今度は、あ、前から変わります。それにしても動きは軽快です ね。127キロあります。身長は188センチ。三沢もちょっと面食らったというようなところでしょうか。そういえばその2日前の高山さんも出場したタッグマッチの際に、三沢があの右の脇腹を痛めたそうで、相当呼吸が苦しいようですね。どの呼吸で痛めたんだ、投げられたところでしょうか。今も投げ技を食らいました。綺麗にグリップするね。そうですね、デブのせいね。高山さんそこにこだわりを持ってらっしゃいますが、本当安心するのこれ。そうですね、うん、確かにこの体型でこれだけの綺麗なブリッジというのは、うっ、おー、エクスプロイダーで投げようかというところですが、切り返して三沢がタイガードライバー。いや、サモア城は切り返して、今度はあー、エルボー、今のきつかったよ。これは顎を捉えました。さあ三沢がベースロックです。三沢のベースロック、腕を捉え、そして顔面を締め上げていきます、三沢ミツカルです。脇腹に痛みがあり、首がもう今シーズンもともと良くないということですから、なかなか力は入らないかもしれませんが、締め技でなんとか打開しようというところです。今オフブレイクで技が届けましたが、いや、ここまでの動きを見ていますと、サモア城やはり強敵という印象です。もう一度締め技、ベースロックに持っていこうと。僕ら自身の社長があの必要にいるベースロックなんか、そうですね、はい、最近ないもんね。確かにそうですね、そ
それから高山さん、最近のミサイルでいうと非常にえげつないという表現のあるエルボー、これがまたどのタイミングで出てくるか、さあカバーにいます、肩を上げました、サラの城です。あらゆる日本の選手の技は研究し尽くしてきているサモア城です。そして未体験の三沢の重いエルボーを食らっているこの武道館、さあと捉えました、投げていきましたサモア城、そして腕しぎ早い、切り返しは早いサモア城です。そんなこともやるんだこの人、そうですね、とにかく日本の選手の試合の技をもうビデオで研究し尽くしているそうですので、日本のプロレスをここまで吸収している外国人選手というのはなかなかこれまでいなかったですよね。それもいわゆる中途半端ではなく、ここまで本当にスムーズに決まっています。腕しぎ逆十字で、ここでまた体勢をぐっとサモア城を優位なものに戻しました。ちょっと肘がね、違う方向に行ってるからね、まだギブアップは取れないな。そうですか、うん、これで、あ、まだ確かに乗り切ってはいないような形でしょうか。今三沢の足が多くにかかりました。あ、ちょっと三沢も首、腕以上に私は首も気にしながらというところです。後ろからサモア城、ここまでは本当に初の武道館のタイトルマッチ、しかも初の三沢戦とは思えないこのスムーズな流れ。おーっと、今これ振り向きざまにキックを打とうというところでしたが、ちょっと浅かったね。どうですかね。さあロープに飛んで、正面から顔面ハイキック、先頭を落としました。やっとらしい技が出たね。しましたね。いわゆるこの体格を生かすイメージ通りの技というんでしょうか、ね、いやー、ここまでは本当に初タイトル挑戦とは思えないいい流れを作っています。まあ、ここまでいわゆる本当の大技は出していませんので、ここから怒涛のラッシュを見せると三沢ピンチです。三沢は今日は6度目の防衛戦になります。ここまで森島、佐野、バイソン・スミス、田植え、そして大阪で丸藤に勝って5度の防衛に成功しています。未知なる強豪とタイトルマッチ、ぐっと腰を落として耐える三沢、下から蹴り上げる、2発入れて今度は抱え上げてパワーボム丸めます、肩を上げました、そしておーっと STF に持っていきました。つなぎが早いね。早いですね。一切無駄がありません。ここまでの技を見てましても本当にいわゆるあ、これで今度はナザーロックですか。日本のメイン選手の技はもう全て出すんじゃないかというような、つなぎが本当スムーズだよね。早いですよね。いわゆる無駄な一泊置いてしまうようなところはありません。STF から永田ロックという流れを作り、三沢も懸命に、もう三沢にしてみましても食らっている技だけを羅列していますと誰と対戦しているか分からないような、それだけのラッシュを食らっている三沢です。どこ攻められてるか わけわかんない。そうですよね。今はこうやって顔面腕が固められています。先ほどは投げも食らいました。なんと言いましても三沢に最初場外に落ちた三沢にエルボー推進が打ったところから流れを完全に掴みました。締め上げますが三沢がなんとかロープにたどり着きました。果敢に攻める28歳。